間に終わった。それじゃあ今回もマリオワンダーやっていきましょうかね。ってわけで今回ジュエルブロックだらけの洞窟やっていきましょうか。ジュエルブロックね、もしかしてこれあれかな、新しい変身アイテムドリルでしたっけ、あれゲットできたりすんのかなと思う。こいつ、怖すぎない？これ上に上がったら、あーちゃんとあれくれ、あーちゃんとドリルじゃんこれ。これ確かブーンってやると、おー別に、でもあいつは破壊できるわけねえのか、あいつ倒せるわけじゃねえんだな。確かにこれ潜れんだっけ、上にも上にもなんか潜れるみたいな感じのこと聞いた覚えがある。うおいひー、危ねえぜー。え、ポーンといって、な、やっぱ上も潜れるね。オッケーオッケー。で、キューンと、オッケーオッケーオッケー。え？封印されして、おしゃべりフラワー。封印されてんだけど、何やってんだ、あいつ。よう。はぁ、だって、すげえ。お、で、これ、いるじゃんね、あいつ。これ、出てこれ、おー、一発で出てこれんだ、すごいな。ドリルはすごいな。俺、ちょっともらっとくわ、ドリル。楽しいな、ドリル。いいね、ドリル。これ、チャージ、しゃがみジャンプとかっていう概念ねえもんな。ああ、そうだね。やっぱ、しゃがみジャンプという概念ねえな。まあ、だとしたら、これ、こういって、うおー、すげえ強え。えげつねえほど強えぜ。楽勝だぜって感じ。じゃあな。オッケー。で、またスーハー言ってるわ。あいつはスーハーしか言わねえな。で、これはなんか、落としちゃっていいのかな？オッケー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 。で、落としちゃって、おー、すごい上にも、なんか降りてこねえなと思ったら、上に潜っちゃったか、これ。え？あ、なるほど、なるほど。了解したぜ。ここだな。ここに、うるるるって言った後に、ここ行って、バーンって出てくれば完璧よ。いいね。なんか上にもなんか潜れるっていう概念があまりないから、え？これは、まあ、つまりこういうことだよな。オッケー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 、どうも。ヒーハーみたいなリズムで言われてもな、なんかスーハーを。そういうスーハーをそんな、ねえ、リズミカルに言われてもって感じです。あー、やばいやばい、ジャンプするたびに前が潜っちゃうの意外と厄介だな。ここの、これは別に砕いても別になんもねえのか。全部砕いてもさすがに何もねえのか。はい。で、こっち。おい、ここ、飛行機破壊できないんだけど、みんな。なるほど。了解した。これで破壊すればいいんだな。オッケーオッケー。ちょっと一回。あいつすげえ息するな。これ全部破壊したらなんかあるとかあるかな。何もなかったらカットしてるかもね。何もなかったね、みんな。何もありませんでした。いや、なんかあると思うじゃん、普通、ああいうの。てか、あの上のやつは倒せないのかな。なんつうんだろう、こいつ。こいつは倒せねえ系男子なのか。あ、てか、あそこなんかあるな。これ行った方がいいのかな。ここら辺、うおーうおーお前どうなの、倒せるの。いや、無理そう。いや、なんか倒せそうかあるな。どうなんだろうね、ちょっと待って。はっ、ちょっと待って、これ潜れねえの、クソ。あいつのあれでやるときは潜れない。これ倒せねえの、完全無敵のドッスンタイプか。あー、そうっぽいな。完全無敵タイプだわ、あいつ。完全無敵要塞、ザイガスって感じだわ。待ってよ。で、これ潜る。オッケー。これ潜ってる間は。あ、平気なのね。オッケーオッケー。潜ってる間は無敵と。あいつらの回避は潜って回避した方が正解っぽいね。これは？ん？あいつ、重力逆転もできるのか。厄介で極めてらっしゃる。で、これで潜っての、あ、で、ここ通るだけでいいのね。オッケーオッケーオッケー。これ、このまま。あー、ここ壁に行ける。うん、なんかこの上なんかありそうじゃない？別に何もねえの。これあいつを誘導してさ、なんか、出ました。出ましたね、今。出ましたよ、出ました。オッケー、出ましたね。完璧でございます。で、一回ちょっともうアイテムとかどっかにねえかな。それをが取りたいかはあるんだが、別にアイテム系なかった。あ、これあるよね。絶対これドリルもらえるよね。オッケー、オッケー。もらっとこう、最高。オッケー。じゃあさっきの上、ちょっと行きましょうか。多分、ワンダーかな。それでも10コインかな。まあ、もうフラワーコイン10コインもらっても、今、金乾燥してるからな。え？なんか、スーパーデラックスカービィちゃんとかでなんかこんなんなかった。スーパーデラックスカービィちゃんとかでなかった。これありがとう。有能この子。有能ね。ありがとう。さよなら。で、下に降りてきまして潜ります。で、ここは何？え？あ、ワンダーフラワーだ。え、これなんだ、上からもし降ってくるとか言うんじゃあるまいな。どうなんのこれ。え？え？ちょっと待て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 待ってください待ってください、ちょ待ってください、ちょこれまずい、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい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 、ちょっと待って、はいはいはい、ちょっと待って、これで、はいって言って、オッケーオッケーオッケー、あいつあれに引っかかんのね、オッケーオッケーオッケー、なるほど、じゃあ早めにこれ行って、はい、こっちって潜りの、さらに潜りのしての、オッケー、ちょっと待って、ヒップドロップ、ヒップドロップ、オッケー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 、怖い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 、ちょっとサムネ映えさせようか、ちょサムネ撮り撮るまで待とっか、あいつ来るか、来ねえな、あれ、来ねえわ、来ねえ、来たわ、でも来たけどさよならだわ。
オッケーでワンダシーロケット、いや怖すぎる。え、何あいつ、何なの、何がやるじゃん。でこれここ潜って上から行けば、オッケー10コインもゲットの。ん、俺は上から行けるわけではない。ん、なんかジャンプで勢いつけりゃここの上破壊できそうね。なんかあそこいい感じで行けそうかない、ダメか。ちょっと待ってよ、これこれ、うん、よし、おのこれがあったな。だこれで破壊して上から行けたことか。これ上から行けば、まあ楽に進めましたという感じでした。うん、それだけだったね。でここはトゲゾウくんがいますが、アタックオッケーで、これにでこれあれを壊されることなく一番上を取れたと。ドリル強いな、グレンラガンって感じ、強すぎるね。なんかおのずとなんか気のせいか、あいつらと頭若干似てるもんね。ポプリンと、ポプリンと若干頭似てるもんね。さてじゃあいよいよこの下行って、ヒデリー様ぜって言われてますね。どうも、ヒデリー様に向かうのならこちらで準備を、何でもって何でも言うだ。本当に何でも売ってるのかと思った、ワンダーシードしか売ってねえな。どうする、もうこれ乾燥させとく、せっかく私ワンナップ、ワンナップ乾燥させようか、もうめんどくさいし、もうワンナップの存在になくそうぜ。もう俺はもうこいつをワンナップさ買いまくって、もうとりあえず金の消耗量は本当本当ね、裏でパネル全部買っとくのもありな気がすんね。ちょっとパネルをさすがに買うのは時間かかるからね、裏でパネル集めるのやりかもしんない。でここはフラワー諸島はフラワー王国のど真ん中、王国の各地をぐるりとつなぐ海の道、ここから東に進むとヒデリー砂漠です。なお南に向かうと金採掘場、その西にはマグマの樹海があります。これらの場所がどこにあるかは全体マップを見ると分かりやすいですよ。 L でゴーズリストを開いた後 X を押すと全体マップが見られます。なるほど、まあまあ全体マップを見れずにとも、とりあえずヒデリー砂漠攻略していきましょうか。じゅんぐり行こうぜ。金採掘場っていうぐらいし、なんか金採掘場はあれだね、ドリル系のあれをなんかうまく使って攻略しろみたいな感じのことありそうだね。とりあえずヒデリー砂漠行きましょうか。ワールド4、あ、ジュニアいいんじゃん。ヒデリー砂漠が喉が渇くから水は全部僕がいただいちゃうぞ。アラバスタじゃん、もうやってることがアラバスタじゃん、クロコダイルじゃん、もう水が苦手だからって。トモちゃんじゃ水を集めてみんなをカラッカラしちゃえとか言いつつ、なんかみんながこもり始めたらなんか水配りそうな精神してそうだけどな、クッパ城って。意外とクッパサイトって意外とそういうとこあるからな、意外と優しいからなあいつら。ヒデリー砂漠なんかアルマジロみたいのいんな。今回のモブか、出たフロリアン。ここがヒデリー砂漠、白い砂が特徴で白砂漠とも呼ばれています。ここのパレスにもグランドシールはあったはずです。 L でいつでも地図は開けますよ。暑いですけど頑張って進みましょう。はい、わかりました。なんか毎回フロリアンの話なんか俺適当になってる気がするね、足合い方。え、あー進めたね。でヒデリー砂漠のポプリンの家、もうみんなほぼ見た目同じなんだからね、名前つけてあげればいいのにね。で家、家ですかここ、どうも。水がねえっつってたな、植物にとって天敵すぎないかここ。え、何これ、あ、何ここ、でもなんか砂で取られてジャンプが低いな、ここわかる、みんな普通のジャンプ力ってこれぐらいじゃん。でこっちこれぐらいしか飛べねえ、砂に足を取られる。へえ、厄介だな、どあれ砂のステージ。どうも、え、わざわざあそこ経由させる必要あった、ああ喉が渇きましたね。水はどこにあるんでしょう。王子様、この家に水はありませんよ。実は悪者が引けたヒデリー砂漠は水不足なんですね。お願いです、ワンダーシード託しますから私たちの水を取り返してください。オーケーオーケー、それは大変です。オブリンたちがしおれる前にパレスへ急ぎましょう。はい、なるほど、水不足ね、これは結構厄介なことになってますね。湯葉から水を取り出さなきゃな。というわけで、これでポプリンの家も攻略できたので、いよいよヒデリー砂漠攻略。めめめ、あれ、ジョン・カビラ、どうも。王子様、もうヒデリー砂漠にはこのオアシスの水しか残ってません。あ、ここだけなの水。前はパレスの周りにもたくさん水があったんですが、悪者が全部持っていっちゃったんですよね。つうことは次なんかクッパジュニアなんか水の能力使ってきそうじゃない。
このわしさ、私が見張ってますから、パレウスを取り戻してくださいね。はい、見張ってでもな。で、砂の上ならなんかいろいろあるが、どうも。砂の上な、ツーステップジャンプバッチ、何でも売ってる、何でもいいです。ツーステップジャンプバッチ、ほう、タイミングよく連続ジャンプすると少し高くジャンプする、砂の上でも高くジャンプできるとかいう、もう必須アイテムありますね。で、ワンダーシードも買っときましょう。で、今日の1回だけの腕試ししときます。運試し、何が出るかな、おいしいかぶり。で、バッチ付け替えときましょうか。砂のステージだからな、これ付けとかないと地獄味噌。オッケーオッケー。で、これ白砂漠の説明。とっても広い白砂漠、迷ったら L で地図を開く。コースセレクトで A を押せば行きたいコースにすぐ行ける。うん、まあすぐ行けるのはまあいつものことだなって感じはする。いや、なんか砂漠ステージとかもっとなんか広いイメージあったのに、なんかいっぱいなんかステージあると思ったんだけど、そんなないね。これから出るのか。え、ブースケが泳ぐ白砂漠、もしこれ、この山んこ森の場所に意外隠しステージあんのか、ここ。え、アヒルは昼陰に隠れて、え、これは、え、なにこれ。あ、これなんか全部押したらなんか出ると、ちょっと待って、何その要素。ちょ、何気に謎解き要素なんだけど、ここ。ちょっと、え、ここなんだ、しかも。うわぁ、幻影みたいななんか隠されてる。かげろうか。ねえねえ、なんだよ。足元のこれ、なんなんでしょう。いや、聞いといてねえな。あ、なんかありそうでねえな。さあね、私これと同じもの3つも見つけたんです。うん、ごめん、俺も全部見つけたわ。これずっと考えてるんですが、謎です。うん、多分踏んだらなんか起動すんだろうな、さっきの扉が。いや、横のポプリンが驚いてんな。で、ステージが開通したわけか。なんだあれ、裏口入学。ねえねえ、これ話はなんかあんのかな。見ましたよ、足元のこれ、扉開くスイッチだったんですね。ちなみにあなたがやってるゲーム機はスイッチですよね。うるせえわ。そういえば開いた扉の奥に誰か入っていきましたよ。え、大きいリュックを背負ってて、頭にヘッドライトがついていたような。隊長じゃねえか。隊長行ったのか。じゃあ行きましょうか。あのムービー終わった一瞬の隙を狙って行ったの、あいつすごすぎない。で、お前は何してん。あ、噂は聞いてますよ、私たちを助けてくれるんですよね。実はヒデリー砂漠の砂や建物にはいろんな秘密が隠れているらしいんです。探してみたら何かの役に立つかも。私はしおれちゃうので手伝いですけどね。かけながら応援します。影に入ってるしな。ブラックサバスがいなくてよかったな。で、ここに隊長いんの。ないよ隊長。え、え、え、俺どこ行ったの今。え、黄金滝。隊長何してんの。不思議です。おお、すごいとこでお会いしましたね。本当だよ、私キノピオ隊長、お宝求めて土管に入ったらこんなとこに出ましたね。土管だったのかあれ。ごめん、ちょうど自分の声がでかすぎて何が聞こえなかったわ。土管っていろんな場所につながってて不思議だな、そう思いませんか。土管です、なんちゃって。これはさておき、フラワーコイン50個見つけたんで、よければ冒険の役に立ってください、お願いします。ありがとう、さりげなく有能だからな。こんな場所に場所あれだったんだね。黄金滝の裏になんかあんな洞窟があったなんてね。さて、まあとりあえずヒデリー砂漠を攻略したいわけだが、一面ずつ攻略していけよな。いろんなものが隠されてるっていうぐらいだしな。難しいね。まあとりあえずここら辺の近くにあるこれもどうだ。あったね。いや、しかもいきなり謎解き。行きましょう。みんなの広場、土管広場の秘密。さーて、土管広場の秘密で、よう、またお前、あって言うんじゃねえだろうな。俺見っかけて、あって言うなよ。ほら、行った。ほら、行ったもん。これが2ステップジャンプ。なるほど。2ステップジャンプ。おー、潜るな、お前。これ、なんか、え、これ全部、あ、入れた。出てきた。すげえ。なにこれ。全部まさか入れんの？マジで言ってる？え、全部調べるのめんどくさすぎません？なんで繋がったかね。しかもこれ奥じゃねえかよ。これ奥じゃねえかよ。え、つまりは俺はハズレを引いたってこと。クソったれ、でけえな。クソったれ。どこに繋がったんだあれ。なんか見た感じ端っこの方にありそうなイメージなかった。ここら辺とかは。てか意外と入ってるとか意外と少ねえか。俺結構的確に入ってたんだね。で、そこが出てきて、ここの下はここに出てきて、ここはうん、ここから出てきた。どこだろう、この上とかか。この上とかありそうじゃないか。
ここら辺に実は隠しブロックとか。はいはいはい、あ、2ステップジャンプ便利だね。出てきただけだったわ。こことか、意外とこの土管全部フェイクとかじゃねえの。なんかあるかな、全部フェイクとかあるかな。ここら辺とかありそうじゃない。なんかここら辺のがありそうなイメージある。どうでしょう、次をどうでしょう。入れないですね。入りましたね。で、そっちに繋がってこれ1個目かな。これ1個目っぽいよね。おら、ええ、どうしよう。ええ、お、上に行けってことか、これ。あー、わかった、これ上だわ。ふれ、よし、オッケーオッケーオッケー。なるほどね、縦長だからそれを利用しなきゃ取れないという罠でした。いいですね。え、ここの土管はそこで、逆にここは入れない、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 ここは入れる。ここは入れなさそうだな。いいね、2ステップジャンプ。ちょっとした勢いで、なんかダッシュとかで勢いつけなきゃいけないジャンプとかあるじゃん。それが必要ないからね。それでなくてもすぐジャンプ、これタイミングよくジャンプすれば飛べるからいい気がします。で、押したらいける土管とかあるっていうことは、これ押したらなんかあるな。ここら辺絶対なんかあるだろう。絶対これなんか中途半端に動かしたら絶対あるよ。なんか絶対ここら辺なんかある。前と同じタイプの謎解きだわ。これはオンラインの力を借りざるを得ない。いや、そんなことはねえな。それ必要ねえ気がする。オンラインの力なんか頼らず、俺自身の独学でいく。いや、全然ねえな。これもしかしてこっちのあそこの土管の上とか言うんじゃあるまいな。ほれ見たことか、ほれ見たことか、ほれ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 。この土管おそらくそのためのやつだろう。この土管はその勢いをつけるためにいけるやつのやつだろう。これとうとう見たぞ。え、これは多分とは言ってもなんかなって怪しい感じがすんだよな。実はこの上とかねえかな。この上とかさ、実はさあったりはないね。さすがにねえか。あと残り3個、この土管のどっかにつながって、おお、なんか下げたら、ん、あったな、なんかあったね。ドリルがあってよかったぜ。で、3枚、あと残り2枚、1つは場所分かってんだけどね。もう1つがどこだか。これはどっか押せばなんか下がる的な。それどっからか出てくるのか。あ、ここ入れんね。あ、で、あっちが繋がった。正解はどれか。上だ、外れ、下だ、外れ、下だ、外れ、ここだ、外れ、ここだ、外れ。どれが正解だよ。なんもねえじゃねえか。なんもなかったぞ、ここ。嘘だろ、あの何かありそうで何もない空間。そんなことあります？この上とかもうねえもんな。さすがにねえよなーって感じはするからなー。いやー、これ謎が謎を呼びますね。あと、どっか入ってないとこあったっけ。お、みんな、ここだわ、ここ。見た、ここ、ここ調べてなかった。それ、ここ土管あったね。こっち側なんもねえ。なるほど、ここの土管か。でも最後の1枚どこなんだろうね。こうなってくると最後の1枚がちょっとヒント、なんか、まあ、場所はわかるんだけど、いや、場所わかるっつうか、見えてすらいないからな。まあ1枚は書く。あと1枚、あと1枚どこ、ここだよな。でも絶対こっちがないもんな。で、ここで1枚だったでしょ。これが上に飛び出て、ここなんだ。階段、階段になってる。うん、いや別にだよ、別に。で、ここを押してあっち側に渡りやすくなるぐらいだもんね。入れはしないし、実はこの横とかはそんなマリオメーカーみたいな意地悪はしねえか。で、ここ入れるけど、え、ああ、そうだよね、そこつながるだけで、入力しても入れはしない。逆に入ってきた土管戻るとかはないよね。同じ土管、同じ土管しかつながってねえし。残り1枚どこ。ん？お、みんな押せたー。これかー、これかー。なるほどなるほど、押さなきゃいけなかったのか。なるほど、そういえば押すという概念にこんなでけえのも押せんのか。なるほどね、そういうこともできんのか。なるほど、なんか適当にそこら中なんかここら辺怪しいが暴れ回ってみたらあったわ。いやー、マジか、そういうタイプで、くっそ苦戦しました。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ探してましたよ、ここ。すっげー探してたもん、俺。いや、むずいむずい。まあまあまあ、とりあえずクリアできてよかったね。じゃあもう一ステージぐらいやって終わりましょうかね。どこやろう、でも。結構あるんだよな、ここ。まあ、せっかく一番最初に見つけたステージで、ここやろっか。ブースケ、泳ぐ白砂漠。ブースケって誰だよ。なんか、ブースケ、ブースケ、なんか聞いたことあるような名前な気がするけど、誰ブースケ。え、かき棒先輩いる。ブースケは何、これ踏むと、え、すごい
縮んでく。おお、お前なんつーコンボ、なんつーコンボを仕留めてくれんのじゃあいつ。あいつなんかかわいそうじゃない。なんかあいつ最悪の生命体じゃん。うおー、すごいな。キラーも専用のがあるんだ。ブースケ専用のブースケキラーみたいなの。なんかあれだね、いいね。これファイヤー倒せんの。残虐非道すぎませんかね。ふぅ、危ねえ。オッケーで、これパンパンパンで割って、飛んでけって言うぐらいだし、ちょっと乗せて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 、こっちから行った方がいいな。オッケーオッケー、俺も乗せて。おいおいほいほいほい、ありがとう。ブースケいい子で、のこのこフェスティバル。なんかこれは使った方がいいのかな。行きますか。はい、でこっち行って、はい、でこっちカウンターして、なんも言わねえな。おい、なんか用って、えっ、お前、なるほど、てめえ隠してやがったな、まぬけが。うわ、ちょっと待って、あのノコノコ大惨事すぎる。はい、ちょっと待って、踏めない踏めない、ちょっと落ち着けよ、一回落ち着け。はい、オッケー、これで、お前はっち帰っとけ。オッケー、これで捨てておいて、あいつらの上に渡れるんで。はい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 、ありがとう。うん、おい、やめろ、お前サイヤ人じゃねえだろうな。尻尾吐いたら見るなよ絶対に。満月大ざれになるからな。オッケー、でこれは乗ってった方がいいのかな。あいつ押し、こ押し、え、これはちょっとあいつがむしろ邪魔になるかもね。で、おい、出てきた、お前かよ。うわー、殺された。嘘だろ、あいつ飛べるのかよ。えぐいな、あいつ。で、ここの木また金の土管あるけど押し込めない。うわ、これ、うわ、この野郎。ブースケこの野郎、なんかこの野郎って感じだよ本当に。ブースケ、ブースケ本当にブースケだよ本当に。お前は、いや、ブースケ本当に良くないね。これパーン割っといて、いや、ブースケちょっとやばいな。かき棒押し込むのやばすぎる。かき棒押し込むのやべえな。早急にしまった方がいいのかもしれない。デカブツはやられ。オッケーオッケーオッケー。で、下から、うー、俺なんかワンダフラー持ってる子いる。ほい、これどうなん、ん、え、ちょ、おおおおおお、なにこれ、ブースキーの押されたらやばい的な。おおお、あ、てん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 。あ、楽しいね、なんかブースケの、これブースケギミックなのかわかんないけど、ブースケギミック楽しいね。オッケーオッケー、ブースケこんにちは。オッケー、でからの、おい、グレイト、体が自由を利かない。オッケーオッケーオッケー、ふう、でからのもう一回スタートっての。オッケー、いいよ、これ切れたかギリギリ。オッケー、でこっち、うお、血がなんかあるじゃん。うお、ちょ、待って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 、これあっち来た、あっち来た、あっち来た。あのブースケは何、なんか仮想ブースケいるけど、仮想ブースケって何。おおお、バウンド、オッケー、バウンドマンだね今。実質これルフィだわ、実質ルフィだわこれ、間違いないね。オッケーオッケー、でこれすげえスタートがあるけど、なんなんだこれ。なんか昔ああいうくじみたいになかった、なんかああいうさ、なんか機械の中にさ、くじが待っててさ、それそこに手突っ込んでさ、1枚取るみたいなくじ引きなかった。いや、そんなこと言ってる場合に、結構これ高えな、これ結構高え位置にあんな。どこだ、ワンダー、ワンダーあんのか、見逃してんのかこれ、見逃せせたんな。まあいいか、とりあえず。かわいいな、手バタバタさせるの、手バタバタさせる、なんかキノピオかわいい。オッケー、宇宙まで来てんなこれ。よい、到着。いやー、うわー、怖い、もうブースケ、ブースケが怖い。俺、あれちょっと鬼畜、危なかった。危なかった、死ぬかと思ったね実際。オッケー、でこれは、はい、うーん、別に関係ない。狂気、ラストラン、ラストランなのこれ。はい、もうワンダフー、オッケー、楽しかったな、ブースケ。かき棒は強かったわ。あいつとブースケが組むと、とんでもなく高難易度になる。じゃあみんな、今回の動画はここで終わるか。じゃあ次回、またこの砂漠を攻略していきます。バイバイ。